もう分かってるやろな。俺は強いやつが好きや。俺に命令できんのは強いやつだけや。ああ。俺を搭乗会に戻したかったら、俺に勝ってから命令せえや。やっぱりそうきたか。さあ、始めようか、キリュウちゃん。こうやって向かい合うのも久々やな。せやけど、手加減はなしやで。ああ。行くで。キリュウちゃんはごっついの。これでほんまにお別れやな。ああ寂しくなるな。キリュウちゃん、ダイゴのことを頼んだ。ねえ、ただ一つ気がかりなことがある。なんだ。もし六代目がおかしな方向に進んでも、俺には止めることはできへんで。どういう意味だ。ダイゴ、いや六代目は
あんたと同じで人を信じやすいところがある。変な連中に利用されなきゃいいんやが。大丈夫だ。大吾はそんなバカな男じゃない。そろそろ俺は行く。登場会のこと頼んだぞ。えらいこと引き受けてしもうたな。しゃあない。真島五郎、行ってやってるやないか。はあ、めんどくさ。せやけど桐生ちゃんとの約束やし、しゃあないな。